中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンク。おブライトケンタ4番いやブライトケンタ好きあなた好き。よしやったるで。さあバスター縛りと、あいつも通りのバスターですね。何回目の対戦やろ、やったるでほんまに。あヒットやな、よしヒットや。あヒットじゃなかった、おー内野安打かと思った。てかこれさ完璧に合ってんのにな、なんか違うよな。一回ミートにしてみようか。ミートならワンチャン打てる説。わあこれなんでなんか飛ばんのよな。これもうちょっとどうするべき。これもう飛び方がいまいちわからん。これ本当に強振してもダメやし、わお強振してもダメやし、どうしたら打てるやろな。これほらもう一生打てんやん。これカーソル合ってるでこれ。おいなんでだよなんでだよ、これカーソル合ってんねんで。おいおかしいな。あしかもあの人も中段と縛りしてんねんで、ほんまにこれ最悪や。ってこれ飛ばへんって、これどうやって飛ぶんやって。これあのヒットを打てるビジョンが一つも見えんねんけど、これ俺だけそう思うの。俺だけマジでヒット打てるビジョンが見えねえ。これおいどうすんだよ、おいどうすんだよ。これどうすんの、これマジでヒットどうやって打つの見たいわ。これ相手さんがどうヒット打つのみたいな。嘘やろ嘘だろ、おいどうやったらヒット打ってんって。オブライトや、この人だけは打たれたくねえ。ちくしょい、オブライトケンタ。グロ画像や、ほんまに。おい、みんなまた始まったぞ。18禁や、18禁が流れてんだ、おい。もう18禁のグロ画像流れてるわ。あ、ありがとうございました。当たりです。おねんにするらしい。マジグロ画像流れてんだわ、これ。どうすんの、これ。おい、待って、俺、どうするしか言ってないぞ、これ。打てる気せんし、これ。おお、やるね。さすが。今の作戦かな。おお、打てるビジョンが一つも見え。何で打とう。一回ちょっと冷静になろうか。弾絞るか。頭絞るとかの問題じゃねえわ。あ、打てねえや。そもそもこれ、あのどうやって打つんかわからんわ。あ、ちょうだけか。マジか。おい、一番嫌いな変化球来たって。一番嫌いな変化球来たって。チェンジアップ一番嫌いねん、俺。マジでこれどうやって打つん。あ、やばい、これほんまに打てん。これどうやって打つん。これ強い打球一つ持てん。泣きそうや、泣きそうや。これおおよっしゃ、テーズワンヒットよね。バッターは7番に入っている。ストレートやろ次、分かってるで。あっうわうわうわウォーリアーうわうわうわよっしゃいい。あれあれ今の1点マジ、でも今のちょっと遅い想定外とマジで。さあ初球は何か。あ、ちょ、何マットしてんだよ。ちげえ。やらかした、完全やらかしました。ごめんなさい。あー、なんとかして、マジで勝ちてえよ、これ。マジで。一生点は。ごめん、一生点は。よう、2本打ったな、マジで。もうそこだけマジですごいと思うわ。よう、2本ヒットとは。なんでヒット2本持てんの。さあ。欲しいんでしょ、欲しいよね、はい欲しいよね。あ、投げれへんかった、ストレート投げますって無効宣言しようよ。いいだろう、もう俺はストレートで合流したろ。もう俺もう、あ待って、オールストレート投げたかった。ちくしょ、あちくしょ、あの人も練習やからな。何を練習してんねん、これで何を練習しようとしてるんですか俺ほんまに。何を練習しようとしてんのこれで。おー、いいよ、佐々木さん。いいよ。素晴らしい実況。
1ボール2ストライクと追い込みました。さあこれ抑えられるか。インコース詰まりました。取って2アウトです。てかよくよく思うけどバスターってあれやもんな、そんな強い打球打てへんよな。なんかどこぞん誰かオール D でバスターでホームラン取ったと。インコース詰まりました。内野フライ掴んでアウト。なんとか取ったけど、手入れさせました。